タムはドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区のルートビヒスブルク郡に属す町村である。人口12,700人のこの町は郡内で最も人口の多い町村である。この町はシュトゥットガルト地域及びシュトゥットガルト大都市圏に含まれる。タムは州都シュトゥットガルトの北 15km の方園アスペルク北陸。 高度240メートルから310メートルに一致している。隣接する市町村は、北は、ビーティヒハイムビシンゲン、東は、フライベルクアムネッカー、南は、アスペルクと、マルクグレー人間及びルートビヒスブルクである。経済的に重要なルートビヒスブルク工業地区、タンマーフェルトは、地理上も、インフラストラクチャーの上でも、この群長所在都市に直接的に結びついている。 町の面積は8.78平方キロメートルである。自治体タムにはタム集落のほか、小集落のフィスラー・ホーフとホーエンシュタンへ及び離れた集落、ブラーヒエが属する。町内には個別の名前で識別される住宅地がいくつかある。例えば、レンダーライン、エーゲルゼー、ブレヒターなどである。ケルネッカー・ジュート・アイという名の新しい住宅地が建設中である。 州統計局の2018年現在のデータによる。タムは1287年、1291年、1293年に文献に記録されているが、これは貴族のアンゼル向けのボートエーバーハルトフォンダメによるものである。エーバーハルト博は1298年にこの地のフォークト県をベーベンハウゼン修道院に売却した。1300年からこの村は、 帝国都市グリュー人間に属したが、村の貴族タマアイエも時々居住した。タムは1322年にグリュー人間と共に帝国突撃危機種コンラート2世、本シュリュッセルベルクのものとなったが、1336年にウルリヒ3世がこれを引き継いだ。1351年にタムは寄付によって完全にビュルテンベルク白領となった。ビュルテンベルクでタムは、 1807年に廃止されるまで、アムトグリューリンゲンに属していた。ネルトリンゲンの戦いで、プロテスタント軍が敗北した後、これに続く、法圓アスペルク要塞包囲戦の過程でタムは皇帝軍に破壊され、長らく無人の状態となった。1806年に成立したビュルテンベルク王国の新たな行政体制への移行に伴い、タムは1807年に、 オーバーアームトルートビヒスブルクに属すこととなった。これは1934年にクライス、ルートビヒスブルクと解明された。ナチ時代のビュルテンベルクの行政改革により、1938年に新設されたラントクライスルートビヒスブルクに編入された。劣悪な経済状況のため、19世紀に少なくとも200人が移住していった。1847年に、 王立ビュルテンベルク国有鉄道により、ビュルテンベルク北鉄道の駅が開業したことで、次第に豊かになるにつれて、移住は、止んでいった。1906年に、電力網がタムに繋がり、1907年には、近代的な水道が設けられた。第二次世界大戦の間、1941年10月12日から13日に、かけての夜間に、初めて連合軍の爆撃を受け、 これにより多くの家屋と農地が破壊された。1943年から1944年の間に炸裂弾や焼夷弾が主に自由地に繰り返し落とされ、軽度な被害を引き起こした。1945年4月、フランス兵が12日間にわたって何度も砲撃を行い、これにより住民が命を落とし、数多くの建物が被害を受けた。 同月21日から22日にかけての夜間にフランス人戦争捕虜が町役場を数日間占拠した。フランス軍は7月にタムをアメリカ占領軍に引き渡した。これによりこの町はアメリカ管理地区の一部となり新設されたビュルテンベルクバーデン州に属すこととなった。この州は1952年に現在のバーデンビュルテンベルク州となった。 数百人もの故郷を追われた人々を受け入れたことで、1961年のタムの人口は3905人となった。これに伴い、1950年代から北部や東部で多くの住宅地が造成され、1970年代にホーエンシュタンゲ地区が開発された。タムはもともとマルクグレー人間の境界管轄下にあったが、1331年に、 独自の教区が設けられた。この教区は、宗教改革まで、シュパイアー支教区三位一体女祭長区、グリュー人間三次会に属した。1534年からのビュルテンベルクの宗教改革の影響で、タムも福音主義化した。現在もこの町はプロテスタントが大勢を占める。第二次世界大戦後の故郷を追われた人々の流入によって再び、 ローマイコールカトリック信者数が増加し、1974年に独自の教区が設けられた。この他に新首都教会の二つの組織があるが、このうち一つはイタリア語で礼拝を行っている。さらに、エホバの承認も存在している。タムの町役場第二次世界大戦後の主張を歴史するタムの町議会議員は18議席である。町議会は、選出された名誉職の議員と、 議長を務める町長で構成される。町長は町議会において投票権を有している。町の紋章は赤字に金の斜め体、上部に金のカラスキ下部に四本スポークの金の歯車。この紋章は1924年に制作された。斜め体はダムでこの町の名前を象徴している。木から赤の町の旗は、 1980年4月8日に、ルートビヒスブルク郡庁によって認可された。タムでは、中世後期からワイン作りが営まれていた。タム駅連邦アウトバーン A81 号線は、ルートビヒスブルク北インターチェンジ経由でこの町に通じている。修道 l 1 3 3号線経由で、連邦道 B27 号線ルートビヒスブルクハイルブロン線に接続する。 修道 L111 号線はタムと隣町のビシンゲンやアスペルクとを結んでいる。群道系1671号線経由でマルクグレー人間やビーティヒハイムビシンゲンに行くことができる。フランケン鉄道がタムを通っている。駅にはフランケン鉄道を走行するシュトットガルト S バーンの S5 号線が30分ごとに発着する。近郊交通は VVS 運賃が適用される。マラ部本社工場タムでは、1918年からマラ部社が筆記具や絵の具を製造している。この会社は、シルクスクリーン用やパッド印刷用インクの世界的、リーディングカンパニーである。ライエルン工業地区には、ヨーロッパ最大の製パン工場がある。ここでは、毎日20万金のトースト用、パン、8万袋の全粒コパン、 5万袋のブレーチェーンが製造されている。甘味菓子、スナック食品、栄養食品の国際的なサプライヤーであるピコフードもタムに本社を置いている。ルートビヒスブルク群著地区銀行はタムに支店を置いている。この支店はビーティヒハイム地域管区に属している。タムには早くも16世紀から学校があった。1648年からは 女子もこの学校に入学できた。現在は、ベルクレアルシューレ家庭を有する基礎家庭、本家庭学校のグスタフ・ジーバーシューレの他に、実家学校と法園主単で基礎家庭学校もある。この町の電力網は、ネッチェ BW によって運営されている。ガス網は、ルートビヒイコールコルンベストハイム都市施設、GMBH によって運営されている。上水道は、 ボーデン湖水供給会社から引いている。人海処理はルートビヒスブルク軍の100%子会社であるルートビヒスブルク軍人海処理会社が行っている。エイビルはルートビヒスブルク軍の委託を受けてゴミの削減、再利用、廃棄といった処理を行っている。文化活動の中心は1611年に建設されたかつてのケルターである。 この建物は1985年に公民館に改築された。客席は約200席である。2007年に新しいタムの町民ホールが完成し、新たな文化センターとして利用されている。バルトルメウス教会とパン焼き構やケルター歴史的建造物旧市街の中心部にあるケルターに接して歴史的建造物群がある。これには、旧町役場、 1450年頃に建設された、後期ゴシック様式のバルドロメウス教会、パンや気候や、歴史的な旅館、屋前などが含まれる。新しい建造物この町の新しい象徴的、建造物が、ガラス屋根で覆われたプラットフォームと保護文化財に、指定された駅舎を持つエスバーンの駅や、町民ホールである。ホ園主ンシュタンゲ地区には2つの水道塔がある。 小さい水道塔は高さ22メートルで1963年の建造。大きい方は高さ61メートルで1974年に完成した。大きい水道塔は放園主単への多層外住宅に水を供給する必要から建設された。塔内の水は防電庫から引かれている。塔の屋根では様々な移動通信用設備が稼働している。庭園や 農園のある自然の都市庭園風地区エウエルゼーは、ノウサギ、ハリネズミやドイツでは特別な保護対象となっている、スベーモリの生息地である。町の西端に、構造的な散策路網を持つローテンアッカーバルトがある。ダム、ビーティヒハイム・ビシンゲン、フライベルク・アムネッカー、インゲルスハイム、ルートヴィヒスブルク、レムスエック・アムネッカー、コルンウスハイムと共同で1995年に、 策定されたグルーネ・ナハバール・シャフトに伴い、タムでは多くのプロジェクトが進行している。1997年に展望台の丘やグリル上を持つ広さ約7500平方メートルのレジャー広場が建設された。その東に接する場所は様々な樹木や干木からなるナハバール・シャフツベルト支園として植林がなされている。 2005年には広さ約15ヘクタールの果樹園が設けられた。そのためにこの地域で典型的な果樹や珍しい果樹も植えられた。毎年春に一般向けの収穫ツアーが開かれる。この町では約30のスポーツクラブを通して多彩な余暇の過ごし方が提案されている。スポーツ施設、テニスコート、エーゲルゼー体育館が年中利用することができる。 この他に2つの学校体育館や1カ所の学習プールもある。最も大きなクラブが VFB タムと TB タムである。VFB タムのバスケットボール部門は TSVBT ヒハイムと共同でバスケットボールチームを形成しており2019年現在オーバーリーガでプレーしている。TB タムの最も成功した競技部門は空手である。 このクラブは様々な年齢クラス、種目でドイツチャンピオンや南ドイツチャンピオンを輩出している。ジャカ空手道場 TV 武士道タムは DJKB ドイツジャカ、空手連盟の若くて力のあるドイツ代表格闘家を育成している2012年にプラハでラファエル・シュタウバフ派が DJKB のドイツ代表チームの一員として組手団体でヨーロッパ準チャンピオンとなった。 彼はすべての戦いに勝利し、ドイツ最高選手となった。2007年、2010年、2015年に、空手部門の主催者は、ドイツあるいはヨーロッパ最大の合宿稽古を行った。シュバーベンアルプス協会のタムチー域グループは、2000年にアイヒエンドルフイコールメダルを受賞した。毎年、おおむね7月第1週末に、タムのフレッカフェストが開催される。 この祭りでは、タムの多くのクラブが屋台を出展する。ケルター広場に音楽ステージが設営され、多くの音楽クラブやバンドが演奏を行う。この文献は翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。